最初はそのカルタを作ろうって決めてたわけじゃないんですね。だから、これで作ったのは2019年一昨年なんですけど、ちょうど吉祥寺に我々が事務所を引っ越してきて丸10年を超えたところで、まあ、我々仕事としては基本的にはデザイン会社、お客さんの広告を作ったりとかウェブサイトを作ったりとかっていうのが本業の会社なんですけど、この我々のクラウドボックスという会社は。でもそれってこうお客さんに頼まれてこういうものを伝えたいんだって言われて、それを伝えるっていうのがいう仕事をずっとやっていて、まあ、我々それラブレターの代筆やって自分たちのことを呼んでるんですけど、思いを持ってるのはお客さんで、その思いを受け取って伝わる形にして書き換えて伝えてあげるっていう仕事を10年以上やってきた中で、まあ、10年やってきたからそろそろ自分たちの思いを伝える自社プロダクトを作りたいよねっていう話がまず出てきて、でも吉祥寺で10年やってるので、なんか吉祥寺に関わる吉祥寺の人たちに向けてこう自分たちのラブレターを届けられるようなものを作りたいよねっていうところから元は始まりました。で、何作ろうかっていろいろやってる中で、このご当地カルタって最近面白いらしいよっていう一人の関係者が言い出して、なんか沖縄のカルタとか埼玉のカルタとかいっぱい持ってきてくれたんですよ。はい。で、それで一回ご当地カルタをめでる会というイベントをやりまして、もう7、8人ぐらいしか集まってないちっちゃいイベントはそのブックマンションっていうところでやったんですけど、すごい盛り上がったんですよ。で、やっぱご当地カルタなんで吉祥寺のカルタないんだろう、吉祥寺のカルタ作りたいよねみたいな話で盛り上がり、でその時のメンバーの一人がもう今は亡くなっちゃったんですけど、吉祥寺のタウン誌のレッコっていうフリーペーパーの編集長の方が一緒にいらして、で次の正月号の見開き特集の内容まだ今検討してるところだから、正月に間に合うんだったらそれ載せてもいいけどみたいなことを言い出してくれるから、じゃあ作りましょうっていうことになったのがもう9月ぐらいで、そこから3ヶ月で一気に作ったみたいな、そんなに急ピッチだったんで、でまあご存知かもしれないですけど、普段の基本的に全部 SNS で皆さんから集め、でだから1ヶ月で普段の募集をして、で1ヶ月で普段の内容を決めて書いて、で最後の1ヶ月で印刷して完成みたいな感じのすごい急ピッチで作り上げたやつでしたね。今そのルノーはいはい社長来てらっしゃるので、はい、ルは読み札を教えていただきたいです。はい、ルはですね、ルーエからパサラ100年ブックマンションっていう歌でした。そうです、そうです、ブックスルーエとバサラブックスっていうのが南口にあるちょっとやっぱ個性的な本屋さんがあって、で100年っていうのをそこの、昭和通りにあるちょっとこれも何でしょう、雰囲気のある古書店が安い文庫本とかじゃなくてちょっと面白い古本にちゃんとセレクトされてる感じのいい雰囲気の本古書店がブックマンションをブックマンションでちょっとまた違うんですけど、80個ぐらいの個人が自分の箱を1個ずつが本屋になってるっていう古書店の集合体みたいな感じの古書店なんですよ。っていうような、まあ、面白い本屋もいっぱいあるよっていう、まあ、ルーエさんは普通の新書のお店ですけど、チェーン店じゃなくて街のど真ん中であのフロアの、本屋さんってもう今ないんですよ、本当に。